KSC、ガスブロ MQ3R のロングマガジンのガス漏れを修理してみたー。後編だよ。この動画に登場する銃器類は実銃ではなく、日本で購入可能な合法的な玩具です。はい、皆さん、ごきげんよう、ジョニーな人です。昨日のマガジン修理の続きの前に、マガジンの重さをお教えしていなかったのでご覧ください。ノーマルマガジンが 327g だったのに対して、ロングマガジンは 428g もあり、約 100g も重くなります。これを MQ3R に装着すると、ノーマルマガジン装着時は、1195g、約 1.2kg になります。ということはロングマガジンを装着すれば、1295g、約 1.3kg の重さになっちゃいます。すごく重いですねー。そんなロングマガジンは昨日の動画でご紹介しましたように、新品なのにいきなりガス漏れするという状態だったため、バスボンド球を塗ったくるという荒用事をしました。いきなりコーキング剤で修理しちゃったわけですが、さて、ガス漏れは治ったのでしょうか。ガスを注入してみましょう。さて、どうでしょうか。バッチグー。コーキング剤でしっかり隙間が埋まったようです。それじゃあ、ここからがようやく本番です。KSC、ガスブロベレッタ MQ3R2、49連ロングマガジン。この動画に登場する銃器類は実銃ではなく、日本で購入可能な合法的な玩具です。はい、改めまして、皆さん、ごきげんよう、ジョニーな人です。今回は先日購入した KSC ベレッタ MQ3R 用に49連ロングマガジンを購入したので初速などを測ってみましょう。ノーマルマガジン同様にロングマガジンもフォロワーを下の方でロックしておくことができます。ノーマルマガジンは BB 弾が32発入り、ロングマガジンは49発入るので、ノーマルより17発ほど多く BB 弾を撃つことができます。今回はノーマルマガジンとロングマガジンの初速と発射サイクルを計測してみましょう。室温は 32.4 度、弾は 0.2g プラスチック弾、ガスはフロン HFC134A を使用します。それではノーマルマガジンから。最初はセミオートで数発撃ってみます。79.6。室温が高いせいもあって、なかなか高い初速です。87.4。さらに高い数値が出ました。83.2。81.7。74.4。ちょっと下がっちゃいましたね。82.2。3点バーストに切り替えます。3点バーストの3発目は 78.7 でした。フルオート。弾速計の調子が悪いのか、トータルで32発撃っているはずなのですが、19発しか計測されませんでした。その計測された19発のうち、7発目は記録を取り漏れました。最大初速は 87.4、最低初速は 58.7 でした。発射サイクルは最大が1分間に988発、最低は1分間に563発と波がありましたね。計測できた数値での平均初速は 76.9m でした。発射サイクルの平均は1分間あたり774発でした。計測できなかった分が多すぎて資料としてはいまいちですが、ノーマルマガジンも悪くはないですね。それでは、次は5500円もしたのに新品でガス漏れしたロングマガジン。こちらのマガジンでの初速と発射サイクルを計測してみましょう。まずはセミオートで数発撃ってみましょう。
88.7。 これはいきなりいい初速ですね。 86.7。 85.8。 87.4。 86.4。 83.4。 それじゃあ、ここからはフルオートで打ってみます。発射サイクルは15発目の時点で1分間あたり905発ですね。ここから先は画面がごちゃごちゃになってしまうので初速表示をローでご覧くださいませ。初速は一発目の 88.7 メートルが最高値ですね。最終段で 74.7 メートルまで落ち込みます。発射サイクルは最高が1分間あたり922発で、最低は1分間あたり804発でした。次はノーマルマガジンとロングマガジンの結果を並べた表をご覧ください。総じてロングマガジンの方が安定していますね。平均初速も平均発射サイクルもロングマガジンの方が高結果です。マガジンのガスの容量が大きい分、それだけガスの気化から何から高結果をもたらすのでしょう。コーキング剤で隙間をしっかり埋めたこともちょっとは高結果に貢献しているかもしれませんね。あとはノーマルより17発しか多く打てないのに5500円もするという価格設定をどう見るかですね。しかも、最初からガス漏れしているなんてのはネタに使える私はラッキーでしたが、普通の人は怒っちゃいますよね。それじゃあ、最後はノーマルとロングをもう1回ずつ打って終わりましょう。2本とも BB 弾は最大数入れてあります。ノーマルは32発、ロングは49発です。ノーマルから打っていきますよ。3点バースト。ビシッと3発で止まります。フルオート。残り29発があっという間でしたね。それじゃあ、ロングマガジンはフルオートで一気に打ってみましょう。最後、しっかりとスライドストップがかかりました。いきなりのガス漏れは残念でしたが、買ってよかったですね。次回はこのロングマガジン装着状態にホールディングストックをつけて試射してみましょう。それじゃあ、今回はこの辺で。